こんにちはシュタインバッハ大学の石川ですモスクワの2つの国際空港の周辺で無人機による攻撃があったとロシア当局が報じました国際空港では民間航空機が遅延する騒ぎとなりモスクワ行きの全便をキャンセルする航空会社まで出ました。今日はこのこのとについてお話します ロシア連邦の首都モスクワには主に4つの国際空港がありますそれはシェレメイチェボ、ブヌーコボ、ドモジェドボ、オスタフィエボの4つの空港です今回無人機による攻撃があったとされるのはドモジェドボ空港、そしてブヌーコボ空港の周辺ですこの映像は8月10日に SNS にアップされました空港周辺の住民が撮影しています 場所はドモジェドボ空港のあたりとみられますドローンが落ちた火災現場から左側に滑走路の明かりが見えますロシア国防省はロシアの SNS テレグラムに投稿し次のように発表しました 今夜モスクワ地域カルーガ地域及びセバストポリシ上空でキエフ政権による無人航空機によるテロ攻撃の試みが阻止された犠牲者も損害もなかった相変わらずの定型文ですまたモスクワのソビア人市長は2機の無人機がモスクワのドモジェドボ空港とブヌーコボ空港に向かって飛んできたところ ロシア軍によっていずれも撃墜されたと述べましたしかしながら無人機が本当に撃墜されたのかもしくは空港周辺の施設に予定通り命中したのかどうかは不明ですロシアのメディアウラによりますとこの無人機攻撃の影響でモスクワのブヌーコボ空港とドモジェドボ空港で およそ30機の航空機の離着陸が一時的に停止されたとしていますドモジェドボ空港では20便が遅延しブヌーコボ空港では12便が遅延したと伝えていますまたウクライナの元モスクワ特派員ジェイソン・ジェイスマート氏の SNS 投稿によればトルクメニスタン国営航空はドローンによるリスクを理由として モスクワ行きの全便をキャンセルしたということですジェイソン・ J スマート氏は一時的ながら実質的にモスクワの国際空港はウクライナの国際空港と同様に閉鎖されたと述べています今日はここまでです最後までご視聴ありがとうございましたチャンネル登録といいねボタンもお願いいたしますそれではまた С пилотом как-то так не горит.